はい、みちおチャンネル京都のみつおベーターです。今日はね、カンドラ特集第9弾ということでね、まあなんですけれども、よう考えたらなんかカンドラ特集って、まあ、何も、実質ね、今はカンドラネタしかやってないので、特集でもなんでもない気がしますけど、まあいいか。今日はね、リアルの知り合いに好きなカンドラ聞いてみたパート2ということでね、前回はね、パート1やりまして、私の職場である学習塾で、まあ高校生とか中学生、若い層に主にね、聞いてみたっていうのをやりましたけど、まあ今回はね、大人の方ですかね、まあ、年代近い方、まあ、近いというか同い年という前か、とりあえずねスタートしましょう。はい、それでは始まり、はい、まずはね、私と同じく学習塾の運営されている、ね、女性の方で、塾講師されてますね、 F さんですね。はい、この方はね、もう筋金入りのカンドラファンでね、まあ、私もいろいろこう勉強させてもらってるんですけども、もうこの方にはですね、今回、まあ、2012年あたりかな以降の作品でね、これだけは外せないというのを教えていただきました。はい、ということでね、ドローン。はい、まあ、イニョン王妃、これはね、私の大好きなタイムトリップもので、現在と朝鮮王朝を行ったり来たりする系のやつですね。もうこのパターンはね、もう本当に面白いですよね。まあ、維新、伝心とか、チョリンワンフとかね、新院など、まあまあ、名作多いですけどもね、まあ、朝鮮王朝以外に高麗という、高麗時代というのもありますけどもね、うん、中でもね、このイニョン王妃はおすすめですね。皆さんもう絶対に見てくださいよ。ね、それから、まあ、トッケビ出ましたね、トッケビ。前回パート1ではね、まあ、トッケビが登場してなかったので、あれと思われた方もいらっしゃったのかもしれないんですが、まあ、安心してくださいね。今回はちゃんと登場、ちゃんとというか、まあ、言わずと知れたもう名作ですね。それから、まあ、まあ、同じの、ね、元から天才詐欺師も、これあげてくれるのは本当に嬉しいですね。まあ、この方ね、私と同様、まあ、ドンソクシーをね、結構押してはりますからね。それから、おぉ、ヴィンチェンゾ出ましたね。やっぱりこれは名作ですよね。はい、それから、ミッセンですかね、ミッセン。まあ、これもね、定番ですよね。まあ、私結構この女優のカンソラさんが好きなんですけども、サニーのね、映画の、子供時代もなかなかかっこよかったですね。これね。はい、それから夜を歩くゾンビですかね。まあ、このあたりは渋いですね。イジュンギさん主演の時代劇ですかね。まあ、この方結構時代劇大好きということで、これはあれかな、吸血鬼ヴァンパイアものなんですかね、時代劇ですけど。いずれまあ見たいと思いますね。これはなかなか面白そう。それから、まあ、あとボイスとか被告人とか、トゥウェイクスとかですね、まあ、このあたりも本当に私も大好きなサスペンスもね、定番ですね。全体的に私の好きな作品で結構被ってるんですよね。それとあと番外編ということで、三色ご飯漁村編っていうね、これバラエティ番組なんですよね、上げてくれてます。漁村編っていうのはユヘジンさんが出てるやつですね。言うても私見たことないんですけど、ちょっとこれ見ずれ見なあかんな。はいはい、ということでね、 F さんありがとうございました。さすがですね。次はね、なんと男性ですね。なんとというの。まあ、要するにね、リアルでこう、カンドラ語り合える男性、他にいないんですよね。まあ、単に友達少ないだけ、いや、ほっといてくれ。前か。この方ね、中学時の同級生の N さんですね。はい、紹介作品、ドドンといきましょう。さすがにね、男性らしい。男性らしいってことないか。渋いラインナップですね。まあ、私の見てない作品結構多いのかな。まあ、スカイキャッスルもちろん見てますけど、スカイキャッスルね、これはまあ、お受験サスペンスで非常に非常に人気が高い有名な作品です。ジャスティスはメディカルサスペンスですね。レディの品格ですかね。これは結構あれ長いやつかね。もうあまりこれ知らないんですけど、どなたかこれ教えてください。どんな感じですかね。ショッピング俺もこれはね、もうパート1でも出まくりですね。ソイングさん可愛いです。それからザ・キングですね。まあ、これはね、この間見たんですけれどもね、設定がなかなかね凝ってて良かったですね。意味がやっぱかっこいいですね。それがファユギ、まあ西遊記ですね、をモチーフにしたお話で、これももうめちゃめちゃファンタジーなんですけども、最高ですね。ギュマオが結構好きだったかな。それから無法弁護士ね、まあ、これはもう本当に男性好みのアクションサスペンスというか、イジュンギさんの作品ですね。イジュンギさん主演の作品です。本当にもうこれも面白いですね。悪人がめっちゃ悪いです。で、それから100年の花嫁。これはイホンギさんの初主演作品なんですね。まあ、ちょっと見てないんですけども、これどうなんかな。面白い。まあ、それは面白いか。面白いから選んでくれてはる。はい、それからマイ・プリンセスですね。まあ、これ、まあ、どうなん ?10 年ぐらい前の作品なんかな。キム・テヒさん主演のやつか。これもちょっと見たことないんですけどもね。あらすじ読んだら、もうかなり面白そうなんで、これもハマりそうですね。それからライブ、君こそが生きる理由。これもすごく評価の高い有名な作品ですね。交番が舞台なんですよね。でこれもまだ見てないので、見てないもんだらけやの、しっかりしてくれよって。まあ、これからね、どんどん見ていきます。すみません。はい、ということでね、なかなかいい感じの、いい感じというかね、男性らしいラインナップと言えるでしょうかね。まあ、あんまり男性、女性言ったらまた怒られるから。はい、N さんね、ありがとうございました。
はい、お次はラストね、女性ですけども、こちらもね、中学の時の同級生です。王さんですね、ありがとうございます。ただ彼女からのお断りで、まあ、ここ5年ほどね、ブランクがあるので、まあ、要するにカドラあまり見られてないということで、まあ、最近のドラマが入ってないということでしたけども、まあ、それか。はい、そんなね、彼女のトップ4です。ドドン。はい、こんな感じですね。渋いですね。優しい男ですかね。これ2012年作品、ソン・ジュンギさんでね、あの、ヴィンチェンゾーのね、ドロドロ復讐劇みたいな、ドロドロ系ですね。ヤオー、これもドロドロ系ですよね。王さん結構、ドロドロ系お好きですね。まあまあ、確かにハマりますよね。感情移入しちゃうというか。それから、シークレット・ガーデン。まあ、これ名作ですよね。まあ、愛の不時着のヒョンビンさんもね、それから、ハジオンさん。まあ、この方ね、中国の件で初めて見たかな。中国の件で結構好きやったかな。チャングムの後に見たかな。この結構好きな女優さん。ああ、そうだな。ペドゥナさんとのね、花という映画良かったですね。卓球の、これね。はい。あと、揺れながら咲く花。これは、あれか。2012年作品。イ・ジョンソクさんの出ていた学園ものですかね。まあ、まだ見たことないんですけども、まあ、イ・ジョンソクさん出てるところもちょっと興味惹かれますね。他はまあ、こんな感じで、イケメンですね。とかね。まあ、花火団。それから、ヤナベのプリンス。星から来たあなた。うん。星から来たあなたね。まあ、これもやっぱり、あの、名作中の名作ですけど、パート1、前回で入ってなかったですね。トッケビとか、まあ、この星から来たあなたで、本当にね、人気がありますよね。ドリームハイ。まあ、星から来たあなたのね、同様に、キム・スヒョンさんが出てますけれどもね、ヴィンチェンツォーでね、存在感を出した、あの、オク・テギョンさんもかっこいいですね。これね、応答せよシリーズも人気ですよね。まあ、韓国の方のバイブルですよね。1997はね、第1弾ですかね。そのイングクさんがこれでブレイクしたんですかね。はい、ということでね、王さん、ありがとうございました。まあね、ドロドロ系だけでなく青春系も結構ありましたよね。私の影響からか、ヴィンチェンツを見ますってね、言ってありましたけれども、見られたでしょうかね。もう本当にね、ヴィンチェンツはもう全国民がね、見てください。はい、ということでね、今日は3名のね、同年代の方のお気に入りカンドラ作品を紹介させていただきました。皆様のね、お気に入り作品もぜひぜひ教えてくださいね。前回とね、重なりますけれどもね、最後にね、私のお気に入り作品をザザッと紹介して終わりたいと思います。まあ、今回ちょっと絞ってるか10作品と、まあ、やっぱりヴィンチェンゾね。まあ、このあたりになりますかね。はい、本当にね、もうカンドラって最高ですよね。また最高って言ってしまった前か。はい、もう本当に死ぬまで見続けようと思ってますね。もう死んでからでも見るかな。いやいや、それ無理か。はい、ということでね、皆さんママをカンドラ生活ぜひぜひエンジョイしてくださいね。次回どうしようかな、まあ、タイムトリップ系とかも一回やってみたいかなと思ってますまあ分かりませんけれどもね。はい、まあ今日はこんなところでしょうか。はい、それではさよなら。さよなら